ボスの前にこういっぱい犬が、うん、犬の大群がこうケンシロウをこう囲むわけですね。ケンシロウはこう人睨みで犬をこう怯えさせて、犬はキャンキャンキャンをして、あ、そうですね。こう要はもう戦わずしてこう目でね、あの過去にこうあの龍拳のね、龍拳のところでこうケンシロウとラオウがね。いる中でこう確かね、その時のようにこう目でね、あ、その時は優しい眼差しでしたね。逆に暗殺剣という眼差しで、これはもう犬に対してはもう目でこう一周するというような形で、うん、犬は確かね、もうそのケンシロウのこうガンですよね、ガンにこうビビってこうケケキャンというところで、でそれを見た僕たちはちょっとやばいやつ来よった、やばいやつ来よったんで、ここちょっと生つながって、このボスはね、ここでもこう犬至上主義なんでね、このわしの大切な犬を怯えさせた罪という罪でね、こうあのケンシロウにこうね、怯えさせた罪は、とにかく犬に何かしたらもうここの町はあの滞在なんでね、それでこうケンシロウに襲いかかるんですね。ケンシロウに戦いを挑みに呼んでるけども、歯が立つわけではない。もうそんなこうね、輪っかのやつをこうフェ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 とかやってヌンチャクのように確かね、こうあのそのボスはやるんですけれども、それをこう軽く一周するね、ケンシロウは。でこうその輪っかを確かね、こう奪い取って、ケンシロウは逆にその輪っかでボスをピシャピシャってやる。でポイって持って拾ったらどうだよ。でこう拾おうとしたら確かね、わったーってね、あの蹴りを問答無用に蹴りを入れて、あたたたたとね、蹴りの連発を必殺ケンシロウのフルコースですね、バーッと食らわして、このあまりのこのケンシロウの強さにこのボスはね、こう何のやと、でこうそこをこうね、レイがこうさっと入ってね、こう解説するわけですよ。まだ分からんのかみたいなね、今のがあの北斗神拳みたいな感じで、じゃあこいつはあの剣王と暴白に戦った剣士郎かみたいな、なんてやつを相手にしちゃったんだみたいな感じになりよって、要するにそのもう先日のこの戦いがね、この剣王との戦いが、まあ痛み分けという形であのね、広まっていってるんですね。こうもうここのね、あのもうそういうのが浸透していってると。でということは俺はって言ったらレイが、もう死んでいる。だからちょっとコミカル的な描写なんだけど、確かそこ。でそれなら先に行ってでも。これ後悔するわけですね、この男は。あの剣王と引き分けた五分の戦いをした、これが剣を相手にしてたんか自分はみたいな感じで。で最後にこうね、あの先ほどの関。関へ死にたくない、助けてくれと、言うんですけれども、あの関にションペンをかけられるというね、いい友だなっていう、こう例のナイスツッコミがあってね、北斗神拳なんでそれを先に言って、でバーッとこうね、なるという、っていうちょっとコミカルなシーンがあって、そこからこうまたパッとこうね、こうシリアスな感じに変わってこうね、気づいてる間宮をね、レイが大丈夫かと、でこうやっぱりレイはマミヤに戦ってほしくないんでね、もう戦いは捨てろと、いうようなことを言うんですけれども、そこでなんと驚愕の事実を確かね、知るわけなんですね。マミヤにはマミヤは戦い続ければいけない理由があると。でここでこう驚愕の理由を見るんですよ、レイは。はっと。なんとこうね、マミヤの方に、紋章があるぞと。ここでこうまた、次へつながる、この紋章、マミヤのこの紋章というのがね、何なのかというようなところで、ユダ。ユダというワードが出てきて。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。